だね、なるせくん。まるで新年早々もらったばかりのお年玉を握りしめてデパートにおもちゃを買いに行く鼻垂れ小僧のようにうるさいな。何ですかそれ。それじゃあお年玉くださいよ。君は味噌汁にもなってまだお年玉を背びるのかね。姫路城の天守閣にある2匹の社長子の口に頭を突っ込んで代わり番号に噛まれてくるといい。少しはマシになるだろう。新年から憎まれ口しか聞けないんですか、このハゲ。誰がハゲだね。人を指さすのじゃない、失礼だろ。このパッツン前髪が。そっちが刺してきたんでしょうが。大体ですこうやって髪が刺すんじゃね。刺すんじゃね。刺すんじゃね。そんな態度だとせっかくいい情報を仕入れてきたけど先生には教えてありません。何がいい情報だ。別に興味ないけどね。へえ、そうなんですか。今年から厄年に入る先生のためにすんごいご利益のある神主さん紹介してもらってきたんですけどね。なるせ君、厄払いだなんて前時代的な風習をまだ信じてるのかね、君は。いいか、あんなものは金儲け主義者の拝み屋が考えたしょうもないお湯に過ぎないんだよ。でも私の知り合いなんですけど、迷信だなんて言って厄除けに行かなかった人が大事なものをなくしたり、家族が病気になったり怪我をしたり、もう散々な目に遭って。それはただの偶然というものだよ、成瀬君。人は厄年のせいだとすぐに解釈したがるもんだ。でもその人、もう最後に病院送りになって。え、病院？え、どこの？どこのってそこ大事ですか。とりあえず神主さんの電話番号を聞いておいたんで、ここ、よかったら電話してください。悪いがこんなところに電話して金と時間を無駄にするくらいならば自分で宗教法人を立ち上げて美女を信者に勧誘し教祖様にでもなって人儲けするだろうね。仮に災難に遭うようなことを神が許したというならば、たとえ神であっても許さない。やられたらやり返す。バイバイ。やられなくてもやり返す。意味を覚えのないやつにもやり返す。誰彼構わず八つ当たりだ。それはただの迷惑のやつです。なんなんだよ番号。役払いの